どうも皆さんこんにちは、ムケオでございます。ティファニーから日本限定100本のモデルが登場、見ていきましょう。ということでですね、ライブでいただいたティファニーの腕時計がガチでおしゃれすぎるので、ちょっと興奮しましたのでね、紹介していきたいなと思います。ぜひ皆さんもね、狙ってみてください。これはね、おしゃれですよね、本当に。私もですね、東京のティファニー店、これ行きまして、このティファニーの歴史とかこの人気度合いっていうのを目の当たりにして、すごいなということで注目している中で、このモデルね、紹介していただいてね、ちょっと見たんですけれども、これはね本当にいけすぎだなと思って見ていきたいと思います。ウォッチメディアオンラインさんの記事をお借りします。今回ですね、ティファニーが日本限定ユニオンスクエアウォッチを販売ということになっております。ティファニーはユニオンスクエアウォッチコレクションから日本限定モデルを数量限定で発売いたします。創業から数十年後となる1870年から約35年間、マンハッタンのダウンタウンに位置したティファニーの旧旗艦店の場所にちなんで名付けられたユニオンスクエアウォッチと、このような歴史もね、ちょっとね、学んでいきたいと思いますけれども、ニューヨークの伝統にちなんだデザインが特徴と、このユニオンスクエアのオマージュを込めた腕時計はティファニーの旗艦店の進化を象徴しているというふうになっております。これめちゃくちゃおしゃれですよね。四角形で革ベルトで、最近このね、ドレスウォッチが次のトレンドになるみたいなね、話もよく聞きますから、これはかなり、これ注目だなと思います。皆さんもね、これ狙ってみてください。ユニオンスクエアで30ミリ系なんですね。めちゃめちゃ小さいんですけれども、こういうね、おしゃれなやつがモテウォッチじゃないのかなというふうに思いますね。お値段がね、253万円というふうになっております。そしてこれ、特徴的なのがですね、 6G1 のこのデザインですよね。 1234 ときて567と来るところが、 6G1 の数字がですね、717というふうになっております。この辺も日本限定を意味する数字が隠されておりますので、これもちょっと見ていきましょう。ユニオンスクエアウォッチはスイスの熟練職人によって手作業で作られているということですね。スイスウォッチなんですね。ニューヨーク市の街並みからデザイン要素に取り入れ、摩天楼を象徴する針とニューヨークの建築の力強くクリーンなラインを想起させると。またケース裏面にはリミテッドエディションの文字が刻印されています。はい、ここですね、文字盤の765の位置に717が配置されていると。これは日本の旗艦店であるティファニーの銀座本店の住所、銀座2丁目717を示していますと。おしゃれやな、これは。これはおしゃれで言いたくなりますよね。なんでここ717なんですかってなった時に、これね、銀座の住所なんだよねっていう風になりますよね。こちらケースね、18金イエローゴールドですね。T 字型のバックルにブラウンのアリゲーターストラップとティファニーブルーのリューズがブランドの魅力を表現しています。なってます。いや、めちゃめちゃおしゃれだなと思いますね。スペックなんですけれども、ケース径については30ミリ。ケース素材が18金イエローゴールドですね。ダイヤルティファニーブルーラッカーです。ここがまたいいですよね。やはりこのティファニーというのは、私もこのティファニー店行って思いましたけれども、この女の子の夢が詰まってるんですよね。もう私、ティファニー店、これね、女性しかいなくていいのかと思ったぐらいの、すごいね、幅広い層の女性の憧れ、これがティファニーだと思うんですよね。そのカラーダイヤル、マジでかっこいいと思います。ムーブ巻きが自動巻きの機械式ムーブメント。スイス製なんですね。基本的にはアメリカのブランドだと思うんですけれども、やはりこういうね、時計はね、スイスで作ってるんですね。5気圧防水となってますね。で、展開店舗がね、銀座本店と、この717の銀座本店ですね。で、数量限定100本。展開開始が2024年8月20日なので、もうこの動画を撮ってる時には、もう展開されております。100本しかないですので、ぜひ動画を見た方は、早めに動かれた方がいいのではないかなというふうに思いますね。
まあ、いろんなブランドで私もちょっと勉強しようかなと思って今回ね、この時計がぶち込まれてきたんですけれども、そんな中でティファニーね、これも何ですか、これニュースなってましたよね。これティファニー新作のエアウェイズクロックということで、飛行機が時計になってます。この男心くすぐるデザインは何でしょうか。 3D プリンターで作れないかな。これめちゃくちゃ飾りたいなと思いますよね。タイムオブジェなんですね。これはタイムオブジェコレクションからティファニーエアウェイズクロックを販売すると、航空技術への敬意が示された、敬意が込められたモデル、職人技光ってますね。こちらね、お値段がね671万円というふうになっております。面白いですね、このような、まあ、置き時計なんでしょうね、この辺もあるということでございます。これも新作で8月22日から販売されているということですね。銀座行ったらこれちょっと見に行きたいですね。このチャンネルは平成元年生まれ無許可、ゼロからロレックスマラソンを極めし、ロレマラキングになるチャンネル、夢の GMT を正規購入し、次はデイトナ SS。 ティファニーね、ライブでこのように、ね、教えていただいてちょっと興味を持ちまして、どのようなメンズウォッチあるのかなって調べたんですけれども、このユニオンスクエア系はこうあるんですね。いや素晴らしい、こんなめちゃくちゃおしゃれですね。何かで成功したらこれ買いたいなというふうに思います。めちゃくちゃ色合いも鮮やかで、さらっとつけときたくなるようなモデルですね。ユニオンスクエア、このモデル注目です。お値段もね47万8500円と、決してその安いわけではないんですけれども、まあ、ロレックス等でね感覚はまひってますので、めちゃくちゃ安く感じますね。福岡天神大丸店にねあるということで、ちょっと今度見てきますね。このバンドもねワンタッチで外せるこの機構、これいいですよね。まあ、なかなかロレックスはつけてくれないですもんね、これね。このようなユニオンスクエアウォッチっていうのがあるということですね。これつけてニューヨーク行きたいですね。これは27ミリ系、めちゃめちゃちっちゃいです。さすがに27ミリはレディースになるんでしょうか。はい、こちらメンズウォッチで黒の革ベルトでね、30ミリメカニカルウォッチですね。ユニオンスクエア、これもいいですね。黒でおしゃれが極まってます。これも今度ティファニーで見ていきたいと思いますね。素晴らしい、まあ、このようなモデルだったりとか、ティファニーブルーじゃないこのようなねモデルもあるんですね。あえてティファニーブルーじゃないっていうのもねいいですね。72万6000円、リューズイツにティファニーブルーがねぶち込まれているというデザインなんですね。このモデルはなんだ、27ミリティファニーだと女性でも男性でも行きますよみたいな、そういうデザインなんでしょうね。この写真を見る感じだと。このステンレス製のバンドですね、ダイヤが入っていて、クォーツムーブメント、このようなモデルもあるということです。こちらは機械式なんですね。これもユニオンスクエアウォッチと、こちらもユニオンスクエアウォッチの色違い、素晴らしいですね。これもおしゃれだな。これはねこの前見たんですよね。今まで自分がつけているようなモデルに似たデザインとなってますんでね、これもおしゃれですね。ローマインデックスが素晴らしい、クォーツムーブメントのスイーツ製、50万6000円というふうになっております。ティファニー完全にモテウォッチで素晴らしいですね。今後ティファニーも見ていきたいと思います。はい、ということでね、ティファニーのこの日本限定ウォッチがマジでエレガントすぎたんで紹介させていただきました。まあこの期間中にちょっと私がこれが売り切れるまでにね銀座に行くことがないので、まあ抽選当たれば行くんですけどね、ロレックスの。もし行った際にはこのモデル見たいと思います。まあ、この動画を見られて、まあ、このチャンネルを見ていただいている方にこんな素晴らしい限定モデルが出たんだというのをねお伝えしたく、この動画を撮りました。非常に素晴らしいモデルだと思いますので、ぜひ買われた方はコメント欄で教えてください。特別感があってマジでいいですよね。本日はティファニーの日本限定モデル紹介してきました。またこのように特徴的なモデルがありましたら動画作ってまいりますので、ぜひ皆さんチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いいたします。本日以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。また別動画で会いましょう。ムケムケ OK、 ではまた。皆さんこんにちは、ムケオでございます。今私は
スイス、ジュネーブ、ジェドーの下でメンバーシップ動画、こちらの、説明をしていきたいと思います。まずはコースは3つでございます。90円コース、こちらスタンプ使い放題、メンバー様が増えればスタンプもこれね増えていきますからね。また有料情報とあれば、まあ、不定期にはなりますけれども、有料情報としてテキストの方で、皆さんにお伝えしていきたいなというのがこの90円コース。90円でね、200万円、300万円以上の効果を、出したいと思っております。90円コース募金感覚でよろしくお願いします。続きまして限定動画コース390円、過去に撮影したメンバー動画、ムケオの日常やロレックスの動画見放題、過去のライブ動画も、どんどんそっちの方に、入れていきますので、現在もね、もう100本以上ですかね、どんどん、追加していきます。ただ動画更新については、ちょっと不定期になりますが、よろしくお願いいたします。もちろん90円コースの特典についてもついてまいります。続きまして、3つ目紙コース、リップコース、こちら紙コース用の数字なしツートン仮面1つプレゼント、配信用の部屋にですねお名前を掲示したいと思います。神、そして VIP と崇めさせていただきます。その他大きいね、特典はないんですけども、 VIP 様というのはね、物はいらないんじゃないかという考え抜いた末の私の特典でございます。メンバーシップのこの加入から期間により仮面の色が変わっていきますね。どんどん変わっていくんですけども、一旦ね今月はやめとこうで、一旦やめたとしてもそのメンバーシップの仮面はずっと継続されますので、ぜひね皆さんもしよければ、入会していただければ本当にこの活動の糧になります。本当によろしくお願いいたします。はい、それではね、スイス、ジュネーブ、ジェドーからお送りしました。ありがとうございました。